江戸工事江戸工事は、福岡県柳川市にある通り及びそれ沿いの地区の江戸末期から明治初期までの名称で、現在の通称。江戸時代は、侍町。現在の同市温道町にある。柳川城の西側外堀の西岸沿いにある、鬼戸工事の西側に位置し、旧地区門の北約70メートルで、鬼戸工事から西に分岐し、曲折しながら、北上。 約350メートル北の地点で再び、鬼道工事に合流する。文久2年、文久の改革の一環として、それまで1年ごとに江戸と各藩を行き来していた、参勤交代制度が、3年に1回、100日間だけ、江戸に行けばいいようになるとともに、藩主の子女も願い出れば帰国して良いことになったため、各藩は、軒並み江戸屋敷の人員を縮小し、藩主がいない間は、 留守番の藩士を置くだけになった。柳川藩も、例外ではなく、江戸屋敷を縮小し、多くの江戸上府が江戸から柳川に戻ってきたため、当時ほとんど屋敷のなかった鬼道工事の裏、探知村内に屋敷を建てて住むことになり、江戸工事が成立した。江戸帰りの藩士が住んだので、江戸工事と呼ばれるようになったものである。明治6年、鬼道工事と合併し、温度町となった。 柳川は柳川城の堀割が外堀の内と外に網の目のように張り巡らされていることから水橋と呼ばれているが、この堀割の水を引いて池としたり、堀割の流れそのものを池とみなしたりする庭園がかつては外堀の内外に多数存在した。特に江戸工事にはこのような堀割と一体となる水系をなす地線を持つ庭園が現在も数軒残っており、 柳川百選にも選ばれている。国の名称に指定されている旧都島亭は、その代表的なものである。柳川の掘割は、有明海の干満の影響を受ける、干潮掘りのため、掘りの水を引いた池は、すべて水位が変化する、塩入りの庭となっている。江戸時代には、江戸下町、特に初代名の下屋敷で、塩入りの庭が流行していたことから、江戸工事に住んだ。 江戸城深入りが好んでこのような庭を作ったと見られている。しかし、近年、上流のダム建設による、折割りの水量減少、水質を抱く、所有者の高齢化で手入れが行き届かない等の原因により、庭園の規模が縮小したり、庭園そのものが消失したりしてきている。ありがとうございます。